まあ、一刻も早くこういうね、悪事を止められるような、法改正、日本政府はすぐにやってもらいたいものですね。まあ、ちょっと働けよということを言いたいと思います。はい、みそもちゃん、はい、りくまです。今日はですね、今中国を発祥とした、なんか新型のウイルスが今世界で猛威を振るってます。それでまあその、武漢ですか、中国の武漢の町ごと、まあ、今閉鎖して、それでまあ中国政府必死に食い止めようとしてますけども、まあこれに付随した話というか、まあ付随した話っちゃ話ですね。でですね、まあ昔からこれ言われてることなんですけどもね、これザックザックという、まあウェブ版ですね、まあまあウェブページ、ウェブで、まあ取り扱ってるんですけども、特に中国人ですね、中国人が、まあ母国で中国で病気になった、それで日本に来て、その日本の保険制度を適用して安く、治療してもらう、それですぐ戻ってしまうっていうことが今大問題になってるって話なんですよね。それでまあこの記事、ちょっと読んでいきたいと思います。外国人に食い物にされる医療制度。400万円の医療費が8万円。日本の医療に、悪乗りする外国人たち。ということなんですけども、ですね、日本の医療制度に悪乗りする外国人が存在していると。高額な医療を安く受けるために来日する外国人が後を絶たない実態が放置されているということなんですね。ちょっとね、保険料結構高いんでね、払うの、それが悪用されるとなると、ちょっと嫌ですよね。で、まあ、まあ中には400万円もの高額医療費をわずか8万円の自己負担で済ませたケースもあったと。治療後に、母国へ帰るヒットエンドランで、真面目に保険料を払っている日本人には許しがたい。確かに。例えば、中国語ウェブサイトでは、中国人でも日本の医療保険を利用できると宣伝するものが、まあ、結構あるらしいんですよ。で、来日後に病気になったといえば、保険で治療は受けられるとか。来日目的が治療であることを隠し続けることが大切。なのと、もう悪知恵のオンパレードだと。どうしようもないっちゃどうしようもないですけど、まあまあ続けますね。で、ある中国人男性は、日本語学校で学ぶと言って来日して保険証を取得。実は、重度の腎臓疾患で、入学して半年もしないうちに手術を受けたことから、来日目的が初めから治療目的だった疑いが持たれているということです。で、あと、その保険証を使い回すっていうのがあるんですよね。まあ、誰がその保険証を持ってるかなんて分かんないじゃないですか。なんでね、そういうふうなケース。まあ、これはまあ、日本人でもあるかなというのは、想像つくんですけどね。それでですね、その医療関係者によると、日本の医療制度を熟知する医療従事者や、関連法にあかり、行政書士らが関与しているケースがあるというんですよね。だから、そういうふうに、まず中国のウェブサイトで、安くできるよと。治療したい人安くできるよと。で、日本に来ないよって。その日本に来る時のその手続きだとか、法的な手続きとかに携わってる、まあ、行政書士とかいるらしいんですよね。闇が深いですね。こういった違法行為、違法ではないが不適切とされる行為っていうのは増え続けるだろうと、この記事書いた人は言ってます。それも許すも許さないも全ては我々日本人自身の問題である。確かにその通りですね。で、昨年健康保険法が改正され、扶養家族の適用対象を原則国内在住に限るなど、少しずつ改善されているが不十分だと。不正を許さない公平な医療保険制度の確立が待たれるということなんですけどね。私、この記事を読んで、何を一番最初に思ったかというと、まあ、今、中国、まあ、経済的に成長しますよ。で、開発研究費もガンガン出してますよ。アメリカとほぼ同等ぐらいの、数十兆円出してますよ。にもかかわらず、まだまだ、医療に対するその信頼度っていうのは、日本よりも下がるんだな、落ちてるんだな、低いんだなっていうのを、まあ、実感しました。
あれだけ経済成長してるんであれば、それなりのね、なんていうか、医療制度あっても、あってしかるべきだと思うんですけどね。どうやらそれが確立されてないみたいですね。技術的にもまだまだ日本の方が上なのではないかというふうな、そういうふうな感じが持たれてます。まあ一人当たりの GDP から見ると中国はまだ低いですからね。つい最近、一人当たりの GDP が日本円にして110万円突破したとかってなんか出てましたからね。まあ合計すればその国全体の GDP は日本の倍以上ありますけどもね。なんでね、まあ日本の保険制度を、悪用するのもけしからんですよね。どんどんこういう記事増えていってもらいたい。それで我々日本人もやっぱり、声を上げないとダメですね。これダメなんだよと。まあいろんなところで、まあいいじゃないですか。ツイッターでこういう記事読んだよとか、こういうふうなことあってよと。まあそういうふうなことで、まあ拡散していってね。そしてそういったもん、悪用、悪用し続けるよね。そういう悪用し続けるような、そういった外国人を、まあ排除してけたらいいなとは思いますけどもね。やっぱこういう記事読むと、やっぱり移民法も難しいなという感じはありますけどね。まあ、もともと私は、移民反対論者なんでね、まあ、そういった意味でもまだ厳しい目で、まあ、見ているとは思うんですけどね、まあ、一刻も早くこういうね、悪事を止められるような、法改正、日本政府はすぐにやってもらいたいものですね。まあ、ちょっと働けようということを言いたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。